時刻は23時30分を回ったところでございます。こんばんは、武田泉でございます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。7月に入りましたね。もう今年も半分終わっちゃったってことでですね、なんだか私結構焦っております。というか、まあいつも焦るような人なんです私。もういい加減落ち着きたいと思いますけども、どうしたら落ち着けるんでしょうか。落ち着いてる人教えてくださいという悩みを打ち明けつつ始めます。武田泉の深夜の定点観測。この番組はナレーター兼ライターの私武田泉が溢れ出る好奇心に任せ、今まで体験したちょっと変わったことや、どっぷりハマって足が抜けなくなってしまったことなどをがっつりとお話しする番組でございます。こんな夜分でもお仕事に勉強にまだまだ頑張っている方、ちょっと人恋しいなと思ってラジオをかけてくれた方、この季節物が腐るしカビ生えるからなんとかしてほしいんだよねって思ってる方などなど、そんな方々の息抜きに、気分転換に、酔いざましに、眠気ざましに、軽い気持ちで聞いていただければと思っております。それでは今日も参りますよ。いつものコーナーから始めましょう。世界は広いな、大きいな。世界は広いな、大きいな。このコーナーは私が今まで訪れたことのある国で体験したことや感じたこと、変わった風習や価値観の違いなど、世界各国で驚いたエピソードなどを楽しく話せたらなと思ってやっているコーナーでございます。ペルーのね、マチュピチュをこのところやっておりまして、今回が3回目ということになります。マチュピチュね、見るとこいっぱいあるんで、これでもかいつまんでいるんですけれども、なかなかがっつりな感じになっちゃってますね。今日は前回インティワタナっていう場所、マチュピチュでも一番パワースポットと言われている場所の案内をいたしました。そこがですね、マチュピチュの一番上、一番高いところというふうに言われているんですけれども、そこから今度はですね、下の方にちょっと下っていく形になって、います。で、下に下っていきますとですね、ちょうどマチュピチュの真ん中辺あたり、メイン広場というエリアに出ます。メイン広場はね、もう本当に読んで字のごとくというか、広い広場なんです。広場だから広いのかな、わかんないけど広場なんですよ。で、芝生だと思いますけれども、一面に緑がありましてですね、のんびりした感じの場所でございます。両サイドに段ですね、観客席みたいになってるのかな、その広場を見れるようになっているテラスみたいなものがねできてたりするんですよ。なので何かがあったときはみんなここに座ってですね、メイン広場で行われている儀式やら何やらを見物していたんじゃないかなというふうに思われます。で、まあそこは山の上で空気も良くて緑もあっていい感じのとこなんでね、動物がいるんですよ。リャマーってわかります？アルパカの方がイメージしやすいと思うんですけど、アルパカよりも一回り大きくって、アルパカよりもちょっと顔がシュッとしてるんですよ。ちょっとモフモフ感が首の周りにはあまりないんですけど、ではまあ似たような動物ですね。それがですね、うろうろしてます紐とかないの、そのままうろうろしてますんで、で、ここのリャマちゃんたちはですね、非常に慣れておりますんで、写真撮ったりとかするの全然大丈夫ですね。でも結構でかいですよ。なので動物好きな人はいいですけどね、嫌いな人はちょっとビビるかもしれないですね。そんなのがうろうろしているところでございます。で、このメイン広場からもうちょっと先に行くと、もう入ってきて一番奥あたりにこれでなるんですけれども、段々畑がねあるんですけども、入り口のところにもものすごいでかい段々畑があったんですよ。で、これはですね、入り口の方の段々畑がすごい有名なアンデネスというマチュピチュでも特徴的なね、段々畑であるんですけれども、ここの段々畑はアンデネスよりも全然ちっちゃくてですね、段も多分低い感じになっている狭いエリアに作られたものなんですよ。なんでここにそんな狭い段々畑を作ったかというとですね、ここはですね、実は農業試験場だそうです。ここでですね、マチュピチュでどんな農作物ができるかなとかいうのを実験したり研究したりしたエリアであるそうでございます。なので、なんでわかったかっていうとね、ここからいろんなこう種とかさ、
あの植物とかがね発掘されているんですって。なのでここでこうみんな研究してたんじゃないかというふうに言われているエリアでございます、農業試験場ね。でまあここまで行くとですね、大体半分ぐらい終わった感じになりまして、戻ってくる感じになるんですけども、いつもマチュピチュの写真であるじゃないですか。あの写真見た時の左側がちょっと高くて、ね、右が低いんですけど、左の上の方を今歩いてて真ん中辺まで行って今度右の下の方を戻ってくるみたいな形になりますね。ここからはですね、折り返しなので、これから行くエリアはですね、なんか居住区ですね、人が住んでたところのエリアということになります。いろんなその居住区の中にもですね、いろんな人が住んでたから、貴族の居住区っていうのと庶民の居住区っていうのと、あと技術者の居住区っていうのが あるんですよ。で、技術者の居住区っていうのは工芸品なんかをね作っている人たちが住んでいたようでございます。で、まあ、これはマチュピチュ全般なんですけど、今この石組みだけでこう屋根がないじゃないですか。で、屋根はね、もともとかやぶき屋根が乗っかってたらしいんですよ。で、今それちょっとなくなっちゃってますけどね。で、そういう、まあ、技術者の工芸品作ってた技術者の、居住区っていう位置がありまして、その下あたりに庶民の居住区っていうのがあります。それから貴族の居住区っていうところにですね、ちょっと特徴的な建物が一つありまして、これは3つの入り口の家という風なものがございます。まあもうこの通りですね、3つ入り口があるんですけども、で、貴族の居住区にはあるんですけれども、長屋のような作りになってて、部屋がいくつもあるんですよ。で、ドアとか入り口が3つあると。で、これはなんか学校とか集会場だったんじゃないかなんていう風に言われていたりします。で、またこの先ほども言いましたけども、斜面のところに家を作っているので、それを利用して作られた2階建ての居住区なんかもあったりするそうでございます。で、こういう居住区エリアっていうのをまあ大体見ながらうろうろ行きますという感じでですね、今日のところは、この辺で終わりにいたしますが、今日案内いたしましたのは、メインの広場とか農業試験場、いろいろな人が住んでいた居住区なんかの案内をいたしました。それではまた次回お楽しみにしてください。武田泉の深夜の定点観測。みゆきさん、いつでもツッコミ待ってますのコーナーでございます。このコーナーは私が生涯愛してやまないシンガーソングライター中島みゆきさんの曲を丸々1曲かけるコーナーとなっております。後半の解説が長くなりそうなので、今日は夏になると私が逃げがちな麺類の歌、わかる人にはもうわかる、ご紹介いたします。中島みゆき、そば屋、聞いてください。お聞きいただきましたのは、中島みゆき、そば屋でございました。寝てませんか？大丈夫ですかね。わりかしギター一本でスローでっていう感じなんで、皆様寝ていらっしゃらないことをお祈りしております。すごいいい曲ですよね。これ名曲ですね。私ちょっとですね、心が落ち気味になりますとですね、この曲を急に聴きたくなったりします。で、割と聴きますね。いい曲です。曲の紹介しますね。1980年4月5日中島みゆき通算7枚目のオリジナルアルバム、生きていてもいいですか。あら、重たいね。生きていてもいいですか、重たいね、2回言うな。このアルバムの4曲目に入っております。このアルバム、私余談ですけど、一番最初に手に入れたみゆきさんのオリジナルアルバムだったんですよ。当時 LP レコードでしたけども、1曲目がね、ファンの方はもちろん知ってると思うんですけど、恨みますっていう曲なんですわ。アカペラなんで最初恨みます、アカペラなんです。恨みます、叫びます、みゆきさんがレコードかけてさ、いきなり恨みます言われちゃって、それもさ、みゆきさんにまだ慣れてなくて、すっごいびっくりしちゃったの。もうなんかレコードプレイヤーから逃げたねそういうアルバムでございました。今は好きな、当時はね、まだ私幼かったんでびっくりしちゃったなっていうエピソードだったんですけど、まあ、この生きていてもいいですか、とても、
暗いアルバムです。でもいいですよ。私これで聞いたからって怯えましたけど嫌いにはなりませんでしたんでね。それはどうでもいいんですが、これの話しちゃうとまた長くなるんであれなんですけども、曲の紹介続けます。あ、そう、シングルカットはしてません。このアルバムにしか入ってません。で、コンサートでは1981年の寂しき友へ2で歌っているようでございます。これは私行けておりません。2007年の歌旅中島みゆきコンサートツアー2007っていうやつがあったんですけども、こちらの方では歌っております。これは私ね、見に行けてます。よかったです。で、割と印象にあるコンサートだったんですけれども、今年のね、去年今年とだったと思うんですけども、中島みゆき劇場版ライブヒストリーという映画がですね、上演されましてですね、それはワンツーとあったんですけども、ワンツーともですね、みゆきさんの過去の十何年間かのライブのいいとこ取りダイジェストというかですね、何曲か引っ張ってきて編集してるというものだったんですよ。それのですね、このライブヒストリーの2の方だったと思うんですけども、この2007年の蕎麦屋が入ってました。と、今のね、聞いていただけると分かると思うんですけども、ギターのね、弾き語りという感じで、歌ってましたけども、この2007年の時はですね、みゆきさん楽器は持ってませんでした。舞台に設置されている、なんですかね、こう一段セットが高くなってたと思うんですけど、そのセットのへりにみゆきさん座りまして、この曲をですね、ギターは弾かないで、歌ってました。で、みゆきさんね、夜会やってからっていうか、その前からも定評あったんですけど、演技力が非常にある人でしてですね、この曲特になんですけども、登場人物ね、お前と、お前だっけ、それでお前はどんぶりに顔を突っ込んでのお前ですね、とあと自分ですね、二人がね、一人で歌ってるんですけど、すごい見えるんですよね。これ上手ですわさ、歌い方、表情とかもよく見えましたね。いい歌です、本当に。で、それはよしとしてですね、ちょっとね、この曲に関してのエピソードで、聞かない方が良かったかなと思う人もしかしているかもしれないんですけど、ちょっと面白い話があるんで話しますけども、みゆきさんはですね、オールナイトニッポンを8年間ぐらいパーソナリティやってたんですね。で、私もリスナーで聞いてましたけども、私は最初の方は聞けてないんで、途中からですけども。で、このオールナイトニッポンをみゆきさんがやってたのが、1979年から87年ぐらいの間、8年間ぐらいやってました。それで、この当時ってすごかったんですよ、オールナイトニッポン。今ももちろんやってますけども、なんだろう、全盛期っていうか、今はなんか、オールナイトニッポンなんとかっていうゼロとか、いろいろなんか、ゴールドとか、なんかいろいろ種類あるみたいで、私ちょっとよくわかんないんですけど、当時はですね、オールナイトニッポンというと、1時から、夜中の1時からの放送、2時間と、2部が3時から5時っていうのと、1日2枠だったんですよ。で、月曜日から、土曜日まであったかな、だったんですけれども、みゆきさんは月曜日の一部だったんです。1時からの放送していました。それで他にもね、もうちょっと今聞いたらびっくりしちゃうような人たちがパーソナリティをやってましてですね、人気があったんですよ。もう一世風靡してました、この当時。例えばですね、お笑いのビッグスリーと言われているたけしさん、さんまさん、タモリさん、全員やってました、この時に。それからですね、トンネルズさんとか、あと大物歌手で言えばですね、サザンの桑田佳祐さんとか、長渕剛さん、吉田拓郎さん、松山千春さんとかね、そういう方々がね、当時やってたんですよ。みゆきさんも含めてなんですけども。なので、メンバーがとんでもなくすごかったんですよ。そういう時代でしたね。で、この当時ですね、所ジョージさんもやってたんですね。で、みゆきさんと所ジョージさん、仲良かったみたいでですね、所さんは何曜日だったかちょっと忘れちゃったんですけど、所さんの番組にね、みゆきさんが出たらしいんですよ。同じ、オールナイトニッポンの番組だったっていうことで。これ私聞いてないんですけど。それで、その時に、なんかゲームやったんだって。何やったかよく知らないんだけど、ゲームやって、みゆきさんがね、ゲームに負けたらしいんですよ。それで、罰ゲームとして、所さんに、そば屋っていう曲かけって言われたんだって。で、所ジョージさんの曲は聞いたことあるかな、私はあるんですけども、所さんって割とコミック系というか面白い曲をね、書く人なんですけども、所さんはこの時すでにね、寿司屋っていう曲を自分で持ってたんですよ。それでみゆきさんに蕎麦屋をかけというふうに言ってできたのがこの曲らしいんですよね。
まあすごい。で、寿司屋はですね、私確認したんですけども、面白い曲なんですが、寿司屋を意識してみゆきさんが蕎麦屋を書いたんだなっていうのが分かるような、歌詞がね、引っ掛けてるような歌詞がね、何箇所かあるんですよね。だからもう間違いなくこれ言われて書いたものだと思われるんですけども、その割にはとんでもない名曲になったなというふうに思っております。これね、面白いエピソードだなと思っています。ということでですね、今日長くなりましたね、みゆきさんの曲紹介いたしました。蕎麦屋でございました。武田泉の深夜の定点観測。書いたから読むよのコーナーでございます。このコーナーは私が自給自足するという究極のコーナーでございます。自分で書いた作品を自分で朗読しております。今回はちょっとチャレンジしたんだけど難しかったです。皆さんちょっとゆったりした感じなので眠らずに聞いていただければと思います。それではお耳を拝借いたします。一体私は誰でしょう。雨の日は嫌い。こんな日はただうなだれて雨に打たれるだけだから。私はどうしてここにいるの。昔は明確な答えがあった。あの頃は私の周りにはたくさんの子供がいてね、笑い声が絶えなかったの。一日中子供たちの面倒を見て目が回るほど忙しかった。私はみんなに愛されて、必要とされて、幸せだった。でもあの日々はあまりにも遠く、今あるのはあの頃の思い出だけ。たくさんいた私の仲間も、役目を終えて、ほとんどがいなくなってしまった。私は変わらずここにいるのに、何も変わらずここにいるのに、世の中が変わってしまったみたい。この国は子供の数が減り、今ではここもほとんど意味を持たない。雑草だけが生い茂り、誰も寄りつかない場所。時代に残された私は誰とも戯れることなく一日が過ぎてゆく。時々風が吹くと身を裂くような音を立て、キーキーと小さく揺れる。一人では何もなせないから次第に体が固くなる。降りしきる雨粒が私を伝い、その色を赤茶に変えていく。私はここに居すぎたのかもしれない。道路の向こう側で傘をさした男の子がこっちを見ている。初めて見る子だわ。一体どこから来たのかしら。私ね、長い人生でこういう子何人も知ってる。一人ぼっちでやってきて私にそっと腰掛ける子は一人で抱えきれない寂しさを抱いている。だから私はいつだって寄り添って励ますように揺れ合って、そして少しでも笑ってくれたら何よりそれが嬉しかった。だからあの子のそんな顔が見たい。雨が止んだら
あの子は来てくれるかしら。私に座ってくれるかしら。そうしたら少しだけ一緒に笑い合えるかもしれない。そんな願いが叶う日を、私は今日もここで動かず待ちわびている。あっという間の30分間楽しんでいただけましたでしょうか。今日はお便りが来ておりますので読みたいと思います。前々回ですね、私が乗ってる車がですね、もうすぐ走行距離が17万キロになりますよというお話をさせていただきました。これについてのお便りでございます。読みます。どこで何すると17万キロまでも走行距離が伸びるのか知りたくなりました。差し支えなければ教えてください。ラジオネーム、今度は何するゆり子より、というふうにいただきました。ゆり子さん、ありがとうございます。どこで何すると、特にないですね。私ただ長く乗ってるっちゅうだけで、私の車がですね丈夫なおかげでですね、走行距離が伸びてるだと思います。強いて言えばですが、私家が田舎なもんで、車がないと生活できません。電車に乗ろうと思っても車で駅まで行かなければならないのでですね、大抵の場合毎日車に乗っています。そういうことでちょこちょこ溜まってったんじゃないかなというふうに思います。あとは今乗ってるの四駆なんですよ。私ドライブ好きなので、山に四駆に乗るようになってからね、山とかガンガン行くように前よりなったのでですね、それもあるんじゃないかな。ここのところね、コロナになってからあんまりそんなに出かけてないんですけども、結構遠出してましたね。それまではそれが加算でですかね、山に行ったり海に行ったり湖に行ったり温泉に行ったりみたいな、そういうことですかね。そういうのはですね、たまりにたまって、行ったんじゃないかというふうには思っています。何はともあれ車が丈夫っていうことがね一番なんで、それのおかげでね、走行距離が伸びたんだと思います。こんな感じの回答しかできなくてすいませんね。大して面白いあれではなかったんですけど、興味持っていただけて非常に嬉しいです。私20万キロ目指して頑張りたいと思います。今度は何するゆり子さん、お便りありがとうございました。はい、ここからインフォメーション。番組ではお便りを募集しております。リクエストでもよし、今みたいなお便りでもよし、お仕事の依頼でもよし、スポンサーつきたいという、お申し出でもよし、お待ちしております。アドレス申し上げます。 kame_step@yahoo.co.jp、 kame_step@yahoo.co.jp となっております。こちらの方にお便りをください。またコミュニティ FM 防災アプリレディモの方から聞いている方は、こちらの方へ直接メッセージを送ることもできます。もう最後の挨拶いきます。これから始まるあなたの一日がとにかくハッピーでありますように、私お祈り申し上げております。お相手は武田泉でした。お元気で、バイバイ。